国民から高い税金を取り寄せて、岸田政権がお涙を取られた感じで、私たちがね、私たちがあんたたち乾くそうな人にお金を配ってあげましょうみたいなね、そんなね、ものがね、ないんですよ。本当に少子化政策をしたかったら、本当に少子化問題をね、解決したかったら、みんなの給料上げればいいんですよ。政府にできるのは給料を上げることじゃありません。税金を下げることで、税金を下げて社会保険料、日本保守党のことをおじいちゃんやおばあちゃんに教えてあげてね。